レッドストーン技術の進歩により急発展を遂げたマイクラの世界。人々の生活が豊かになったその裏には2つの巨大企業の貢献があった。ドズルホールディングスとボンジュールカンパニー。技術競争の果てに世界中のダイヤを半分ずつ収めた2社のトップが今日ギャンブルで雌雄を決する。勝てば王者、負ければ奴隷。果たして世界を制するのはどっちだ。ついにこの日が来たの。世界の命運を分かつ一世一代の大博打なんやって。私のデータによると勝算は両者五分と五分。実に興味深い戦いになりそうですね。くう、僕もあの場に立ちたいよ。ドーパミンの洪水を感じたいよ。レディース&ジェントルメン、ようこそ我がメイヤール道路へ。今宵のギャンブルは一味違いますね。世界経済を牛耳る二大巨頭が火花を散らす。一体どんな駆け引きが生まれるのでしょうか。早速ご入場いただきましょう。まずはこの方。見た目はキングコング、頭脳はロジカル、ドズルホールディングス CEO ドッタール。なんかワクワクするね。ええ、程よい緊張感です。続いてこの方、卑怯女とつぶすぜ競合、ボンジュールカンパニー CEO ボンジャー。大ブーイングですね、ボンさん。負け犬どもの遠吠えが心地いいぜ。久しぶりだね、ボンさん。トッツさん、俺は今日賭けに来たんじゃない。ん？奪いに来たんだ。望むところだよ。僕の筋肉でねじ伏せてみせる。へっ、筋肉なんざギャンブルでは通用しないことを教えてやる。おっと、容赦早速ヒートアップ。今にも相手に飛びかかる勢いです。では、熱が冷めないうちにゲームのルールを説明しましょう。今日プレイしていただくのは誰でもできる面ポーカー。今から2人のチェストに金が1から10個ランダムに配られます。各自自分の金の数を確認し、それに応じて手持ちの台をベットしてもらいます。最終的なベットが確定したら勝負。配られた金の個数を比べ、相手より多い方が勝ちとなりますね。基本10個配られた時が最強なんですが、例外があります。金の数が1個の場合に限っては10個より強いのでご注意を。なるほど、配られた金が1個だからってさ、諦めんでいいってことや。私のデータによると逆に10個でも安心できないということですね。くー、絶対勝てる札がないのがいいね。ゾクゾクする。勝負は5回。最終的に手持ちのダイヤが少ない方、もしくは尽きた方の敗北となります。けっけっけ、説明は十分だ。リーダー、早速始めてくれ。うい。ずいぶん勝負を焦るんだね、ボンさん。早くその首を借りたいのさ、トツさん。では第一ラウンド、ゴールディン。まずは2人とも参加費として10ダイヤを払っていただきます。先手はドズル氏です。くっ、3個か。勝負に出るには不安な数字。ここは素直に降りるべきか。ボンさんはどうだ。ちょっと、ポーカーでグラサンつけてるのずるくない。ふん、これだから弱者はすぐ人のあらを探す。 CEO なら相手のアイデンティティを受け入れ、真正面から向き合うべきでは。とんでもないへりくつだ。てか早く決めてくれません？こっちも忙しいんですけど。
とりあえず様子見でダイヤ5でベットしとくか。いえ、ドズルさん、ここはブラフを仕掛けましょう。あえて大金をかけて相手に降りてもらうんです。なるほど、ボンさん、僕はこれで行くよ。ドズさん、これが俺の答えだ。42です。ドズルさん、これは落ち着け、オンリー。これはボンさんのブラフ、コールだ。さあ、業者のベットが決定しました。では、第1ラウンド、オープン。嘘だダイヤモンド、ごちそうさまです、トーズちゃん。ちょっと挑発したらすぐ乗っちゃって、かわいい。やられましたね。悔しい。ボン、やるね。あの中途半端な手札で40もレイズするなんて。私のデータによると、ボンジュールさんがここでレイズする確率は 10%。 これは想定外。あんあん、ま、何が起こるかは分からん。これがギャンブルの醍醐味なんやって。めっちゃ食いますやん。さて、続いて第2ラウンド、いきますよ。ガールディン、今回の先手はボン氏です。二人とも参加費の10ダイヤをお忘れなく。まずまずの手札だな。だがここは賭け金たったの10。これはブラフなのか。いや、逆だ。これは本当に手札が弱い時のジャブダイヤ。いや、しかし、くっくっく、悩んでる悩んでる。そのまま疑念の沼に沈むがいい。ドズルさん、しっかり。とにかくここはこちらから仕掛けて流れをつかまないと。32レイズだ。さあ、ボンさん、どう来る？なるほど、ドズさん、あんたの手札は4か。説明しよう。ボンジュールがドズルの金の数を見抜いた理由。あらかじめすり替えたトラップチェストをドズルたちが開けた瞬間、仕込まれたレッドストーン回路がスイッチオン。チェスト内の金の個数がカウントされ、その数だけ協力者数のチェストにパンが排出される。数は排出されたパンを食べ、食べた個数をボンジュールに見せることでドズルが所持している金の数を伝達していたのだ。くっくっく、この俺が何の準備もなしに勝負すると思うか。甘い、甘すぎるぜ、トズちゃんよ。楽勝ですね、ボンさん。このままレイズして。いいや、ここはあえて降りる。やりすぎるとあのゴリラに感づかれるかもしれんのでな。今なら損失はたったの20ダイヤ。くれてやるさ。いやー、参ったね。こんな手札じゃ勝負できねえや。俺は降りさせてもらうぜ。え？ミラ、早く次行こうぜ。ええ。ボン氏のフォールドにより2回戦はドズル氏の勝利。なお、フォールドの場合お互いの数字は公開されないのであしからず。あれ、ベッド20で降りるのか。いい日にしないな。私のデータによるとドズルさんのペースを乱しに生きてる確率が 30%。 もう中いっぱいかも。さあ、勝負も折り返し地点、注目の3戦目です。2回戦勝利を収めたとはいえ、現状はドズル氏の圧倒的不利。果たしてここから巻き返せるのか。ガールディン、来た、最強の引き。これで今までの負けを挽回するぞ。ドズルさん、ここは慎重に行くよ。あんまり大きくかけても怪しまれちゃうしね。うわー、まあまあの手札だな。とりあえずダイヤ10で様子見っと。苦しいやけど。くっくっく、無駄だよドズさん。ずいぶん強い数字を引いたようだが無駄。くっ、ドズさん、フォールドって。くにゃー、なんということでしょう。ボンジュール氏、2度目のフォールドです。ドズルさん、僕の最強の引きが30
がにおかしい。ボンさんに有利な状況なのにベッド10で降りるなんて、これはもしや。ドズルさん、僕らの数字相手にバレてるかもしれません。え、いやー、今の手札じゃさすがに乗れないわ。マジでしんどいわ。どうしよう、ボンさん、このままじゃ逆転負けしちゃうよ。ぐぬぬ、え、なんだこれ、トラップチェストじゃん。開けた瞬間1回だけスイッチが入るタイプですね。これで僕たちの金を計測してるのかも。ちょっと待って、これ逆に利用できない？え、これを使って。さあ、白熱の面ポーカーも終盤突入。ボンジュールカンパニーが依然優勢。果たして勝利の女神はどちらに微笑むのか。レッツゴーディ。くっくっく、せいぜい祈るんだな。たくさんの金がチェストに入るようによ。くっ。さあ、各自のチェストをご確認ください。どれどれ。チッ、パッとしない数だな。ドズさんのは、うっ、2個で助かった。何言ってんだこいつ。2個。あっちゃー、トズちゃんは金2個か。また勝っちまうなこりゃ。あっちゃー。ボンさん、イサ撒いちゃいます？あー、甘いキャンディーでドズちゃんのレイズを釣って丸裸にしてやるよ。すでに半裸ですけどね。ん？よし、俺は20でベット。ダメですよボンさん、こんな勝ち筋ゼロの数字でハッタリかましちゃ。万が一相手が乗ってきたらどうするんですか。うっ、それもそうだな。やっぱり5でベットだ。めくっくっく、どうだドズちゃん、俺たちの札は弱いぞ。逆転のチャンスはここしかない。さあレイズしろ。レイズするんだドズル。ドズルさん、うん、レイズだ。何、おのれドズル、調子に乗りやがって。ゴールだ。まだだ、まだ笑うな。両者コール成立です。果たして結果は。オープン。くっくっくっ、ガッハ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 ッ。かかったなドズちゃんよ。さっきのは俺の芝居だよ、芝居。お前のレイズを釣るための罠だったのさ。ふん、たわいもない。さあディーラーメン、宣言をしろ。このボンジュール様の勝利をな。はい、4回戦見事勝利を収めたのはダッツーです。ん？待て、ディーラー、今なんて？勝者はドズル氏です。はあ？待て、おかしいだろ。よく見ろ金の数を。俺たちは5個、あいつらは2個。勝ったのは俺たちだろ？バカな。壊れてるだろあれ。いや、ボンさん、僕たちの金は8個だったんだ。そうだ、2個だっただろ。だからかけたんだ。だからかけた？まるでこちらの手を知っているかのような口ぶりですね。聞く。ボンさん、イカサマしてたよね、このトラップチェストで。聞く聞く。おそらくこの下にレッドストーン回路が引いてあって、それで僕らの金を計測してたんだ。くにゃー。待ってよ、それはいいとして、どうやって金の個数をごまかしたの？よくないけど、答えはこれ。それは？まず何も入ってないチェストの蓋を木の枝で支える。蓋が開いた状態でチェスト内に金が配られる。そのまま金を2個だけ残して他を回収。蓋を閉めて再び開けてスイッチオン。これで金が2個だけ計測されるトリックの完成だ。ぐにゃー。ディーラー、この不正どうします？イカ様含めてのギャンブルなので続行ですね。せめてチェストは交換させて。ドズル氏、まさかの逆転。
だが最後までわからないのがギャンブルです。ラストバトル、果たしてどうなる。ラストゴールデン。もうイカ様は使えない。ここからが本当の勝負だね、ボンさん。ち、調子に乗るなよ。逆切れした俺の恐ろしさ思い知らせてくれる。やっと本物のギャンブルが見れるのか。さあ楽しませてくれ。私のデータによると、この勝負に勝った方が世界を滑ることになる。もうパンは嫌だ、パンは嫌だ、パンは嫌だ、パンは嫌だ。カツさん、カツさん、誰かお医者さん呼んで。ボンさん、カズさんが壊れちゃった。ボンさん、ふ、俺が勝てば奴も報われるだろう。見ろオラフ君、どうやら勝利の女神は俺に微笑んだらしい。ドズルさん、これは。うん、やれることをやるしかない。僕は20でベット。このままコールしても構わんが、俺の不正を暴いた罰だ。お前の持ちダイヤ、絞れるだけ絞らせてもらうぞ。ドズさん、俺は60にレイズだ。なんだって。今はラストラウンド。お互いの持ちダイヤ的にコールしてそのまま勝負すれば決着はつく。駆け引きなんてする必要がない。だがボンさんはあえてレイズを仕掛けてきた。その狙いはおそらく僕のダイヤを枯らして屈辱を与えること。それはつまりそれだけ勝てる自信があるということか。試してみるか。だったら僕は70にリレーズだ。お、乗ってくるとは相当いい数を引いたらしいな。だが無駄、俺には届かない。ドジさんよ、これに乗る勇気はあるか。さらに80にリレーズ。ボンさん、乗らせてもらうよ。ガバカめ、まんまと挑発に乗りやがって。コールだ、マックスベッドで叩き潰してやるぜ。両者ともに全てオールイン。もう後戻りはできません。果たして結果は。運命のラストラウンド、オープン。さらばだドズル、俺の手札は金10個、最強の数字なんだよ。知ってたよ。ひょ、ボンさんありがとう。君の幸運ならここで必ず10を引いてくると思っていた。1。決まりました。ボンジュール氏の最強手札に対し、ドズル氏たった一つの勝ち筋を見事引き当てました。やりましたね、ドズルさん。うん、うわーん、ボンさん、僕たちどうなっちゃうの。もう終わりだ。俺たちは奴隷になって生涯地下労働だ。ボンさん、君の才能をそのまま無駄にするなんてもったいない。これからは共に歩もう。一緒により良い世界を作っていこう。ドズさん。その後、ドズルホールディングスとボンジュールカンパニーは合併し、ドズル社と名を変えて共に平和な世界を築いていくのであった。せっかくいいところだったのに。歌ちゃうわ。メリークリスマス。間違いなく死にまくります。